なあなあ。このベッドの感触、懐かしいぜ。みんな元気そうでよかったな。ご主人も相変わらずだったし、やっぱりいいよな、ここは。キャンプは明後日からか。楽しい夏休みになりそうだぜ。にゃふふ、我が輩もだ。それじゃあもう寝ようぜ。おやすみ。お久しぶりですね。ようこそベルベットルームへ。この再会を喜ぶべきか悲しむべきか、とにかく今は務めを果たしましょう。ここは夢と現実、精神と物質の狭間にある場所。何かの形で契約を結んだ者のみが訪れる部屋。あなたをここにお呼びしたのは他でもありません。あなたと、あなたが奪い返したはずの未来に危機が迫っていることを知らせるため。立ち現れた忌まわしきこの牢獄、そしてその罪人の姿が告げています。あなたが再び運命の囚われとなったことを。無理もありません。これはあなたが心の奥底で感じ取っていること。何者かが策動し、あなたを厄災に満ちた運命へと誘おうとしている。その邪悪な意志を前に、あなたの内なる声が叫んでいます。抗えと。我が名はラベンツァ。力を司る者として、あなたの行く末を見届けなければなりません。申し上げた通り、このままではあなたを待つのは破滅のみ。その運命に抗い、再び歪みゆく世界に立ち向かう覚悟はありますか？それでこそ私の知るトリックスターです。この先にはあの時と同じ、いえ、それ以上の苦難が待ち受けていることでしょう。ですが、私はいつもあなたのそばにいます。それを忘れないで。時間のようですね。いずれまたお会いしましょう。今はどうか良い夢を。おはよう。おう。はあ。
るっす。じゃあ早速行くか。つかマジ今年の夏暑すぎ。早く店の中入って涼もうぜ。我が輩たちはバーベキューセット担当だったな。道案内は任せたぞ、リュウジ。って、俺もどこかは…と、アプリに聞きゃわかんだよな。エマ？はい、お呼びですか？あれだあれ。昨日行ってた店に案内してくれ。目的地までのガイドを開始します。おお、地図出たぜ。そんな聞き方でわかんのかよ。こいつはなかなか便利かもな。よし、さっさと買い出し済ませて明日からの作戦立てようぜ。アリス最高。なんだ騒がしいな。イベントサジェスチョンです。渋谷705前でヒイラギアリスさんのイベントが開催されています。あ？んだ？サジェスチョンって。つかアリスってマジかよ。ヒイラギアリスは日本のファッションモデル、アーティスト。キュートなルックスと色彩豊かで独創的な世界観で人気を博し、様々な分野で活躍中。ポップカルチャーの発信者として若者を中心に絶大な支持を集めています。ほう、芸能人ってやつか。そんなに人気なのか。あの騒ぎ見りゃわかんだろ。生アリスか、テンション上がるわ。お前ほんと相変わらずだな。ついでだしちょっと寄ってかね。マジで可愛いから。何何何やってんの？なんかショップのオープニングセレモニーだって。っていうかあれアリスじゃん。ヒイラギアリス。みんな今日は来てくれてありがとう。今日からここに私がプロデュースしたブランドショップがオープンだよ。誰でも一度は別の自分になってみたいって思う時があるよね。ここはその願いを叶えられる不思議の国。なりたい自分になれるワンダーランドなの。私と一緒に不思議の国に行きたい人はいるかな？ありがとう。じゃあ今日は特別に先着100人のみんなへ特別な招待カードをプレゼントしちゃう。不思議の国をもっと楽しんでもらえる魔法のカードだよ。喜んでくれたら嬉しいな。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、君にも。やべえ、アリスの手触っちゃったよ。お、君メガネ似合ってるね。ごめんなさい、楽しんでね。白いウサギは不思議の国への案内人。みんな遊びに来てね。やれやれ、すげえ人だかりだったな。いやー、よかったぜ生アリス。やっぱ超可愛かったわ。な、芸能人マジパネ。我が輩は安堵の一筋だからな。興味ないぜ。へいへい、そうでした。これで気は済んだか。さっさとキャンプの買い出しに行くぞ。待ってるって。そういやお前カードもらえてたよな。あれって何だったんだ？にゃっふふ、リュウジはスルーされてたからな。うっせ、しょうがねえだろ、あんだけ人いたら。ヒイラギアリスのワンダーランド。ただの宣伝用カードみたいだが。ん？小さな文字で続きがあるぞ。エマの友達キーワードです。みんな私と友達になってね。だとさ、エマの友達キーワード？
昨日双葉が使ってた機能じゃないか。友達になれるってやつだ。おお、いいじゃん、やってみろよ。キーワードを入力すればアリスと友達になれるってことか。カードに書いてあったやつじゃね。確かワンダーランドだっけ。キーワードが入力されました。ナビゲーションを開始します。なんか今変なって、お前その格好。お前もだ、見てみろよ。わマジか。ええ、どうやらここは異世界ってことになるな。おいおい、冗談だろ。ん、あいつらさっき705にいたやつらか。ねえみんな、私のこと好き？それなら、みんなの願い、私にちょうだい！どうなってんだよ！考えてる暇はないようだぜ。突破するぞ、ジョーカー、スカル。やりゃいいんだろ、やりゃ相手になってやるよ。油断するなよ、お前ら。久しぶりの戦闘なんだからな。まずは体を慣らしながら勘を取り戻していくんだ。誰に言ってんだ、切り込み隊長なめんなよ。その息だ、スカル。我が輩たちもやるぞ。当てごとぶっ飛ばしてやるぜ。いただいていく。ジョーカー、お前の力見せてやれ。来い、食らえ。いいぞジョーカー、このまま一気に行くぞ。まとめて肩をつけてやる。今だ。つうか、この服になるだけじゃなくて普通にペルソナも使えんのな。シャドウはウジャウジャ嫌がるし、なんなんだよここ。この感覚、ここはまさか。今だ。増援か。このままだと消耗が激しいな。環境を利用して戦おう。何か使えそうなものはないか。やるじゃねえかジョーカー。敵がいるんだぞ。ブレーキが回る。スカル、シャキッとしろ。気をつけろ。
また増えやがった。これじゃキリがないな。ここは撤退だ。逃げるぞ二人とも。敵が少ないのはあそこだ。一気に突っ走れ。つーかマジで何なんだよここ。ここはアリスのパレスかもしれない。パレスってあれはもうできないんじゃねえのかよ。だいたい異世界ナビだって俺らのスマホから消えちまって。我が輩にもわからん。だがそれ以外に説明のしようがない。モニターに映ったアリスを見ただろ。あれはどう見てもシャドウだ。ここはアリスのパレスで我が輩たちはそこに迷い込んじまった。それが最も合理的な説明だ。くそ、とにかくやべえことに変わりねえってことかよ。何にしろもっと情報が必要だ。この辺りを調べるぞ。ここが本当にパレスなら歪みの核、お宝があるはずだ。それらしき匂いがなくもない。調べていくうちにいろいろとわかるかもしれん。それ次第で我が輩たちが取れる行動も変わるだろうしな。やるしかねえな。賊を捕まえたのですが、願いは奪えず、そのまま連れてきました。願いが奪えない？何それ。おー、君、ちょっとかっこいいね。ねえ、名前はなんていうの？ジョーカー。君、ジョーカーって言うんだ。ダメじゃない、ジョーカー。ジョーの質問にはちゃんと答えないと。やめろ、てめえ。ギャーギャー、うるさいの。君も痛めつけられたいの？ああ、そうか、やってみろよ。つまんない。いいよ、こいつら廃棄しちゃって。思い通りにならないおもちゃに興味はないの。バイバイ。おい、お前ら無事か？ああ、なんとかな。ちくしょ、ひでえ目にあったぜ。つか、あの野郎、あれが本性ってわけかよ。いきなりぶん殴られてたけど、大丈夫か、ジョーカー？だな、あの野郎調子に乗りやがって。さっさと戻って一発かましてやんねえと俺の気が済まねえ。で、どこなんだよここは。地下まで落とされたようだが、どうやらゴミの廃棄場らしいな。とにかく出口がないか手分けして探そう。
ゴミだらけじゃねえか。こんなとこ落としやがって。今はとりあえず進んでみるしかないな。この先も何が起きるかわからん。状況はこまめに確認しながら進もう。